てってれー。おお、あ、ここにねマイクロ SD カードタッチでねほら動かせます。これねソニーセンサーのカメラが入ってるということで画質も良さそうですね。良さそうやな、リアカメラで。あの GPS 機能もねついてるということで、まあ、ちょっとねこんな感じで今の現在地とかいろいろね情報が取れるということですね。ちょっと後ろ向きですけども、前に変えてみますね。はい、結構ね明るく映ってますよね。前の車のナンバープレートもはっきり映ってますね。ちょっとモザイクかけときますけど。で Amazon でね売上ナンバー3ということでね、いやあの売れに売れてる商品なんですね。この駐車監視こういうのもねついてますね。はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですねこちらジャドーさんのね、スマートミラーということで、こちらドライブレコーダーなんですね。早速見ていきましょう。ではね開封の方していこうと思います。もうねちょっとね箱開けちゃってます。てってれー。おほほほ、でかいわ。さすが 11.66 インチありますね。あ、ここにねマイクロ SD カード32が入ってますね。これいいね。これね最初からねついてないやつもありますからね。あ、それでこの価格か。2万円切ってますもんね。で裏面はあこんな感じですね。あ、結構なんかこのつるっとしててね、デザイン的には、高級感ありますね。でこれねほらちゃんと動きます。これねソニーセンサーのカメラが入ってるということで画質も良さそうですね。はい、どんどん開けますね。でこちらの GPS もね、搭載されてるということで、ほらこんなのついてますね。でこちらがね電源アダプターになりますね。であとこちらリアカメラですね。あ、リアカメラ結構しっかりした。これね重みがあります。鉄って感じ。良さそうやなリアカメラ。このもっと早い連絡先ということで、この LINE がねなんと対応しているということですね。170度のね高解像度広角レンズがついております。でディスプレイが大型の 11.66 インチね。でかいわ。重力センサー三軸 G センサーを内蔵してるんですね。すごいな。ちなみにねレンズの明るさ F2.0 か。あ、結構明るいんやな。では取り付けていこうと思います。もうね今これ類似品ですけどね、ミラーついてます。今つけてるミラーねこんな感じなんですけど、あの液晶部分がね結構小さいんですよね。このミラーに対してこの部分しか、液晶がないと。まずはね専用の電源つけてきます。これねめんどくさいんですけどね、コードをねこのモールの中にはわしていきます。まあその時ねこういうものコードをね縛れるこんなの売ってますんでね、こんなんがあったら便利ですね。リアカメラね取り付けました。これね結構あの水平がね、これで保ててていいですよね。この形状なかなかいいと思います。これいつもねペリペリ忘れるんで取っときますね。はい、とりあえず取り付けました。すごい広い。これええぞ、これええぞ。ちょっとねフィルム剥がしますね。おお綺麗。これね今リアカメラが映ってるんですけど、ちょっと上の方がね蹴られてますよね。これタッチでねほら動かせます。これで見たい画角にね合わせると。いやこれめっちゃええわ。左右はね明るさ調整になるみたいですね。もうねこのほら赤のポッチね点滅しますよね。録画されてる状態です。ほらここで後ろ前が、これね今2画面ね、これ前後ろ、これでも、あ、これはタッチ機関か。こんな感じで変えれます。わあ、カメラの角度ね角度調整できますね。これね下のボタンで普通のミラーに変わります。普通のミラーもねなかなかクリアで綺麗ですね。どうしてもねちょっと私の車ねこれがどうしてもちょっとボコってなってるんでね、これ角度こうしたらいいんか。ちょっと角度ね、角度、あ、そっか、こうミラーを動かせばええんか。はい、今ねドライブレコーダーの方に、カメラを変えました。ちゃんと映ってますでしょうか。いやーすごいですね。いやあのこれ大きいのでミラーがね大きくて、すごいあの視野がね広いですね。
前ね、ちょっとこれ前の他社さん言うのあれなんですけど、前のカメラに比べてね、かなりね、このバックミラーとしてのね、このまま使えるなという感じですね。これね、リアにね、荷物積んで、後ろがね、見えない時ありますよね。そういう時、このカメラで見れるので、非常に便利ですね。今ちょっとこれモザイクかけときますけど、ナンバープレートね、しっかり見えますね。ちょっとフロントね。あ、これ今写真が撮れました。写真も撮れるんか。前の車のナンバープレートもはっきり映ってますね。ちょっとモザイクかけときますけど。私ね、この間まで使ってたこのミラー型のこのドライブレコーダーね、実際ね、走ってる時は、電源をね、切って使ってました。でもね、これ、電源切らずにね、リアルに、このデジタルの画像を見ながらの方が、なんか鮮明にミラーが見えますね。近くにね、見えるなという感じがしますね。で、GPS 機能もね、ついてるということで、まぁ、ちょっとね、こんな感じで、今の現在地とか、いろいろね、情報が取れるということですね。で、これ、電波がね、日本のね、電波を一応考慮して、テレビとかね、ワンセグとかもそのまま見れました。その辺もね、配慮してていい商品だなと思います。で、アマゾンでね、売り上げナンバー3ということでね、いや、売れに売れてる商品なんですね。いや、これ、2万円以下でね、買える、このデジタル式の、このね、ミラー型のドライブレコーダーとしては、かなりね、お買い得だと思いますね。もうね、夜になりました。今ちょっとね、唐揚げ屋さんに買いに来てます。もう GPS ね、つなげてるので、今ここにね、今、これ0キロってなってますね。これ走りながら、スピードが、ここ変わりましたね。で、今これリアカメラなんですけども、もうね、夜、今、こんな感じ。いや、ほんと明るいですよね。もう今ね、夕方の5時55分です。設定がね、いろいろできますね。今、画質は、1080p で撮ってます。720p まで落とせますね。上の 1296p っていうね、これね、なんか謎の、これなんか外国の、あれですかね。まあ、真ん中の 1080p の設定になってます。あと、ループ録画のね、時間設定とか、音量やら、いろいろありますね。スクリーンセーバーモード。で、あとこれね、G センサー。で、この駐車監視。こういうのもね、ついてますね。車のね、電源が切れた後も、まあ、車を守ってくれると。もう車をね、監視するシステムがついてるということですね。今までね、録画してたのが、この一覧で見れます。おー。あ、そっか、前も後ろも、撮れてますね。今ね、GPS ね、ついて、この電波干渉ね、それが、大丈夫ということで、ちゃんと、ワンセグも使えます。はい、今ね、夜の、43号線走っております。今ね、通常のカメラで撮った感じ、これぐらいの明るさですね。それが今、ちょっと後ろ向きですけども、前に変えてみますね。はい。結構ね、明るく映ってますよね。なんかやっぱりね、こう画面を通すとね、これだけ明るく撮れるってね、不思議ですよね。で、やっぱり11.66 インチということでね、この端から端まで結構幅広く映るので、すごいね、視界が広いなという感じがしますね。はい、いかがでしたかね。やっぱりね、大きいミラーいいですよね。ドライブレコーダーこれつけてね、もう安心ですよね。いや、レスポンスも良くて良かったと思います。こちらの商品はね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、11.66 インチのミラー型ドライブレコーダーでした。じゃあね、バーイシュー。